あのタイガースの得点シーンはないんですけど、はいはい、まず今日の小川、これを振り返りますとプロ初登板ということ、初先発ということで非常に、まあ、どんな投球ができるかというのが一つのポイントだったと思うんですがね、はい、本当にこうストレートと、はい、まあ、あとツーシーム、カットボールとね、あとカーブもうまいこと使いながら、はい、まあ、本当にこう投球幅を使っていい投球してたと思いますけどもね、今のあのファールエリアに打球が天井に当たって判定はファールでまた投げ直して三振を取るというちょっと頭から珍しい、場面があったんですが、全然こう動揺することもなくしっかりいきました。一方のタイガースは初回先頭打者塚本三振なんですが、これ振り逃げになりました。今思うとこれで高橋がバタバタしなかったというのもね、そうですね、ここで本当に落ち着いてましたよね。中野も三振、今日は中野はちょっと終始合わず、佐藤もこのストレートに力負けしていました。2回の側です、まあ、あの立ち上がりをねすんなり行けばというのはあったんですが、もうあの回を追うごとにこの微妙なこの絶妙なところに投球を配して見事でしたよね。カーブもね、はい、勝負球にも使えるという非常に楽さのいいカーブですよね、いろんな球で勝負できますよね、はい、さあそして唯一この大山がね去年から高橋に会っていて、今日の最初の打席でこのフェンスオーバーのフェンス直撃のツーベース、これはしかしツーアウトからでありましたので、坂本ワーストフライ、巡り合わせとして大山のところにという流れも作れませんでした。そうですよね、はい、4回の小川です。ワンアウトランナー一塁においてこのサンタナを迎えるというところ、先発するとね浜中さん、やっぱりこういうゴロを打たせてのゲッツーみたいなことって大事になってくると思うんですけど、そうですね、今もツーシーム投げてるんですけど、はい、まあ、これは本当にこう狙って取ったダブルプレーだと思います ね、まあ、そのあたりが次への、まあ、先発への期待につながっていくんですが、はい、マルテがまだ昨日今日とヒットが出ていません。佐藤も昨日は猛打賞だったんですが、これもあの去年の序盤みたいに真っ二つにバットを折られるという場面もあったりしました。まあ、それだけ高橋のストレートが生きていたというところ。中盤に入ります小川の5回の投球です。まあ、ワンアウトランナーなしからオスナ空振り三振、小川見逃し三振、もう素晴らしいところに投げて、フォーシームなんかね今素晴らしい球でしたね、はい、さあそしてやっぱりこの6回というのはね、はい、後半に入ってというのはありました。高橋自身もヒーローインタビューでありました、9番目の打者なんでやっぱり気持ちで取ったこの内野安打というのは大きかった。大きかったですね、本当にこう戦力疾走が本当にねこうやっぱ大事だというのを思い知らされましたよね、そしてこの村上を歩かせて空いている一塁を埋めた形で満塁です。サンタナ、まあ、この辺はしかしサンタナも逃しませんでした ね、もう2ボールからね、うちに入ってくる球なんですけども、はい、やっぱほとんど逆らわずやっぱセンターにこう打てるっていうのはねこのサンタの良さですよね。ですよね、昨日今日好調です。まあここで小川交代ということになりました。まあこのあのスタンドの拍手というのがね、はい、小川の今日の投球内容を物語っていると思います。2人目育成から支配が登録されました渡辺が上がったんですが、まあ、移籍後初登板ですが、ツーアウト一三塁から、まあ、ひっこづいている長岡のライト前ポトリと落ちるタイムリーヒット、これで追加点、さらにツーアウトランナー二塁一塁でオスナファースト強襲のライトへのタイムリーヒット、まあ、これで4対0となりました。惜しむらくはやっぱりこの攻撃を抑えて2点で止まっておけばですよね。渡辺投手がね何とか踏ん張ってくれてたらっていうところでしたけどね、はい、6回高橋に対してワンアウトランナーなしから近本がヒットで出塁です。ただ今日はこの2番の中野がちょっと機能しなかったと、そして3番のマルテが昨日今日と、ね、そうですね、対応が響いていないと、はい、この辺がブレーキになってしまいました。まあ本人も高橋は非常にこう気合が入っていました。7回のこれ投球です。ただここは速球に強い糸原に対して変化球がデッドボール、そして大山にはとにかく、ね、打たれているという力が入ってデッドボール、ランナー2人を出した後、これは坂本を取りましたよ。チェンジアップでしたけど、ずっと振ってしまいそうなところですけどね。四死球3で満塁、ここでロハスとの 力勝負で、ロハスは昨日はフォアボールを取ったんですが、今日はセカンドフライという、ここで1本出ていればというところですけどね。8回タイガースは湯浅がマウンドに上がっています。まあ、この湯浅の投球も今シーズン通じて一つ楽しみなところでありますが、山田を内野フライ、ファーストフライ、そして村上セカンドゴロ、深いところに待っていました糸原、そして好調のサンタの空振り三振、まあこれ滑り出しいい投球になりましたね。ストレートの力ありましたしね、次の登板がやっぱ楽しみになりますよね、はい、そして
9回の石井のこれは投球ですが、ノーアウト一塁からオスナにレフトに1号ツーランホームラン、まあ、ダメを押されてこれで6対0とリードが広がったというところです。これで明日もちょっとオスナも要注意になりましたね。なりましたねこれね、はい、最後9回は田口がマウンドに上がってワンアウト一塁から糸井翔ところ643のダブルプレー、これでバンティキュースということになりました。試合が終わりました。さあ試合後の表情